はい、倉敷駅の皆様、再びこんにちは。私たちは参政党、国民が政治に参加する党参政党です。本日は春分の日、今日街頭演説をさせていただきたいと思います。まずですね、街頭演説のトップバッター、参政党、山口の宇部市議会議員、三好康雄さんに、まずお話をしていただきたいと思います。三好さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。山口県宇部市議会議員の三好康雄です。寒い中ありがとうございます。ご通行中の皆さんありがとうございます。私は去年まで小学校の教員をしておりました。昨年の4月の統一地方選挙で、宇部市議会議員になったんですけども、子どもたちをずっと43年間指導してきました。今子どもたちの様子心配です。なんとか今の世の中、この日本で子どもたち育っていく、これはなんとかしないといけないというふうにして思っておりました。ちょうど定年を機に参政党から立候補し、議員にさせていただいたんですけども、子どもたち今すごい心配でした。どうしたらいいのか思ってたところに参政党との出会いがありました。神谷宗平さんの本をうちの家内が手に入れてきて読んでみました。これだ、私が言いたいことはこれだったんだ。そして山口にタウンミーティング、神谷さんが来られましたので聞きました。そうするとそこで、これだ、やはり参政党しかないというふうにして思いました。ごくごく普通の教師だった私が政治に参加することができる、これが参政党です。そして同じ志のある仲間と共にやっていきました。真田さん、宮崎さんの応援にやってきました。同じです。真田さんも宮崎さんもごくごく普通の会社員です。それが政治に参加できることになる、これが参政党の素晴らしいところだと思っております。今日泉秀さん、後ほど街頭演説していただきますけれども、職の話です。今子どもたち、ずっと子どもの変化を私を見てきたわけですけれども、なぜか心配です。給食が残るようになったんです。かつての子どもたち、もうバーッと食べてしまって、給食が余る、ご飯が余る、おかずが余るっていうことはなかったんですけど、最近の子どもたち弱くなってきたような気がします。アトピー、アレルギー、プールの時にアレルギーのために体が痒くなって、シャワーをたくさん浴びないと、あと大変だ、体が真っ赤になるという子どもたちが出てきました。そしてなかなか授業中じっとして話を聞くことが苦手な子どもたちが出てきました。これは皆さんどうでしょうか。何が原因だと思いますか。食べることです。私たちの体は食べ物でできています。ありがとうございます。実は食べるということすごく大事だということを私自身が経験いたしましたので、そのことを今日はお話しさせていただきます。うちの長男今40になります。あと妹たちが3人おります。4人育てましたが、長男が、赤ん坊の時アトピー、アレルギーで大変でした。肘の裏側、足、膝の裏側、もう血がにじみます。痒いからポリ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 かいて、夜痒みで起きるような子供でした。お医者さんにいろいろ相談してステロイド剤を塗りました。その時は良くなるんですね。ところがやめるとまた戻ってしまう。ステロイド剤はその時はいいですけれども、使いすぎると問題があるということがありました。そんな時に私に農家の方が、予算これ食べてみるといいよということで、
自然農法さんの米と野菜を紹介していただきました。それをですね食べさせました。そうすると良くなってくるんですね。アレルギー、アトピーが良くなってくるんです。これは驚きました。親の私も当然それを食べますので体調が良くなる。その後生まれてきた妹たち3人とも元気です。おかげでお医者さんにほとんどかかることなく済んでいます。それでは本当にやっぱり自分の中で体験してきたことなんですけども、今の食、学校給食、なかなかいいものが取り入れることができません。なんとか宇部市議会の方でもお願いして農家の方と相談し少しずつ始めていますけども、とにかく今子どもたちの食ということをより良くしていこうということ、参政党食と健康でやっております。後ほど泉秀さんからお話聞くと思いますが、絶対に食が大事だっていうことが、分かっております。日本の子どもたち、それからいろいろ問題があります。今我が家でも子ども元気に育ってきました。今度は孫の問題です。孫を育てていくときに予防接種ということが出てきました。今生後2ヶ月から予防接種、普通の予防接種です。31回打つんです。皆さんご存知でしょうか。そして2接種で6本、こんなにたくさんの接種をしていかないといけないということが出ています。これで大丈夫なんでしょうか。そのことも心配です。そして我が家では食べ物以外に合成洗剤を使うのをやめました。そして食器洗いにもやめました。お湯が出ますから、粗く折った江戸時代のガラ棒というんでしょうか、それを使って食器を洗いました。もちろんお風呂の方でも石鹸だけです。合成洗剤やりました。そして食品の新鮮さといいましょうか、波動が落ちるということがありましたので、電子レンジも使わないでやっていきました。いろんなことを体験してみました。そうすると子どもたち元気なんですね。そして我が家ではもう保健所真っ白なんです。誰も行かないんです。ところそれをね、やっぱり行かなかったらそれを返していただくというようなことがあるんじゃないか。自動車の運転保険はね、事故が少なかったら安くなってきますけど、私の方自分で体験しました。とにかく食べることが大切ですね。まもなく皆さん泉秀さんのお話を伺いますけども、とにかく政治を何とかする、これができるのが参政党です。我々普通の庶民が政治に参加できる、去年まで小学校の教員やってた私が参加できる、これが参政党です。どうぞ真田さん、宮崎さん、政治応援お願いいたします。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。倉敷の皆様、こんにちは、笠岡市政対策委員の、宮崎秀夫と申します。私宮崎秀夫は、3人の子供がおります。9歳と、9歳、7歳、4歳、3人の子供がおります。私は、独身時代はですね、食に全く興味などはなくですね、毎日、夜勤の仕事をさせていただいておりましたので、そのお弁当などもですね、自分で用意するのはやっぱりなかなか面倒くさがってですね、カップラーメンとそしておにぎりなど毎日食べるような食生活を送っておりました。しかしですね、一人目の子供が生まれたことをきっかけにですね、この子育てについて全く知らない
ということをですね、やっぱり子供が生まれたことで考えるようになりました。そこでやはり本を読んだり YouTube を見たりなどして、一体子育てどうしていけばいいのか、そして何より子供たちの毎日の食べ物ですね、最初は母乳ですが、時期にやはり離乳食などに、移っていきます。一体どのようなものを食材を選んでいけばいいのか考えるようになりました。でそこでですね、やはりその日本の食の安全性、そのことについてですね考えるようになりました。日本の食、海外に比べるとやはり、農薬やそして化学肥料、除草剤などが、大変多く使われているということで、そのことが気になり、自分もですね、あのスーパーとか、行きますと、そういった無農薬、そういった、野菜を探してみるんですが、なかなか見つかりません。簡単に手に入ることはないということでですね、私も、手に入らないのだったらじゃあ自分で作ってみようかということでですね、畑を耕し、たまたまですね、うちに土地が少々ありましたので、まずは一畝から自分で耕し、種をまき、苗を育ててですね、そこに植えて、収穫、そして種取りまで一人で、家族と一緒にですね、頑張ってみました。やること自体はですね本当に楽しくて、芋などですね、さつまいもなど、収穫の時は子供と一緒にそれを引っこ抜くのはですね本当に楽しかったんです。しかしですね、やはり自分のところの狭い土地だけでは子供たちの分、自分の家族の分すら、用意するのは、大変難しいことです。そこでですね、やはりあの農家さんのところに行って勉強したりなどもしましたが、自分たちでできるのはやはり限界がございます。そこにはですね、やはり政治の力などで、あのそういった食べ物を作っていかなければならない、そう思っております。今笠岡市ではですね、年に1回ないし2回の、学校給食で、有機食材を使っているということになっておりますが、さすがにですね年に1回2回の、オーガニック給食では、子どもたちのその安全ですね、健康を守ることは難しいと思います。だったらですね、毎日食べるもの、できるだけ多く食べるものを変えていく、それことがやはり大事だと思っております。我々日本人は一体何を食べているでしょうか。一番多く食べるのはやはり主食、お米ですね。我々の体はやはり食べたものでできております。日本人なのでお米が大事だと僕は考えております。ありがとうございます。そうです、お米が大事なんです。僕もですね本当に、今、政治活動をしていく中でですね、お昼ご飯何食べようかなと、外に食べに行くのもなかなかね毎日のことはになると、あまりいいものを、ね、できるだけいいものを食べたいので、おにぎりを食べるようにしております。日々の食べ物によってやっぱりね体調も変化します。外で外食が続くとやっぱり、お腹の調子も悪くなりますし、できるだけ、化学肥料などを使ってないものを選ぶようにはしております。その、学校給食でございますが、すいません、年に1回2回の、その、ね、オーガニックではダメなので、全体ですねできるだけ大きなところをお米ですね、まずはお米からで、お米がオーガニックにできたならば、その先ね人参とかじゃがいもとか他のものをオーガニックに変えていけばいいと思っております。今ですね、あの笠岡ではやっぱりもうどこも全国もそうですが、耕作放棄基地がどん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 増えていっております。農業従事者の方もどんどん減っていっております。70代80代の方がですね大変一生懸命されておりますが、そこにはねやはり若い人が入ってこなければいけないと思うんです。ありがとうございます。しかしお米の価格がですね、買取価格が大変安いんです。昔は1票あたりがですね2万円以上もしていたものが、今はもう1万円を切っております。皆様もお給料が半分以下になるといったら生活できなくなってしまうと思います。だからですね、それは他の都市ではですね先行しているモデルなどでは、そこの差額の方を市で補填しております。米価を上げることで、若い人など、まあ、若くなくてもいいんですが、新たに新規で参入できる環境をやはり政治で整えて、できればそこに人が入ってきていいものを作って、その良いものを笠岡の学校給食で出したい。そうすることによってですね、食によって変わるんです。こんにちは。学校給食をオーガニックに変えることでですね、
基礎体温が上がるというデータもありますし、そして基礎体温が上がれば、抵抗力も増えます。そのことでですね、長崎県のですね、マミー保育園というところはですね、年間で、5.6 日ほど休んでいた子どもたちがですね、2年の間にですね、0.6 日、1日以下休みが減ったんです。子どもたちの健康がそれで守られた。1日の1食の給食でですね、体調が変化するんです。これは本当に素晴らしいことです。ありがとうございます。だからこそこういった実証されているデータがあるので、それを笠岡でも進めてまいりたい。子どもたちが休まない、元気で笑顔あふれる笠岡にすることによって、あ、そうですね、このやはり学校を休まなくなればですね、やはり子育て世代もですね、急に会社を休んで、職場の方にね、迷惑をかけたりなどもしてしまう、そういったこともあります。やはり子どもが元気に遊んでいる姿を見るのが一番いいと思うんです。ありがとうございます。そしてですね、この笠岡でございますが、またこの賛成とも、掲げさせていただいておりますが、環境保全ですね、環境にやはり配慮しなければいけないということですが、メガソーラーが大変多く広がっております。池という池に大きなメガソーラーが、今ありますが、そのメガソーラー、やはり製造過程においてもですね、重金属などを大変多く使います。そして設置してですね、その今の笠岡にもありますが、大変ですね、水鳥がいるんですが、絶滅危惧種などもいます。貴重な鳥たちのその生活するところですね、補助、餌をね、やっぱ食べるんで、そういう場所がどんどん減ってきております。岡山で一番広い、一番多くの鳥が、観察できるのが笠岡なんですね。そういった環境保全、本当に大切だと思っております。人間もですね、生活することでどうしても環境は破壊してしまうものですが、その環境を破壊するのを、最小限に食い留める努力は絶対に必要だと思っております。ありがとうございます。我々はやはりこの自然の、ね、土とか空気、水などがなければ誰も生きていけないんです。そのことを今一度ですね、我々は考えて、環境の配慮、そしてですね、やはり食ですね、食べるものを気をつけることによって、町全体にですね、いい好循環を生んでいきたいと思っております。そのことにやはり我々の賛成とですね、掲げさせていただいております。ね、食と健康、そして教育、そして国の守り、この3つの重点政策が本当に大切になってまいります。それを今私が挑戦しようと思っております。笠岡の市政に落とし込んで、皆さんの生活をよくしていきたい、そして子どもたちの未来を守りたいと思っておりますので、皆さんもですね、我々賛成とともに一緒に立ち上がり、そして政治に参加することで、今の生活をより良いものにしてまいりましょう。ご清聴ありがとうございました。笠岡市政対策員、宮崎秀夫でございました。倉敷市政、対策員の、次は、真田伊作でございます。倉敷駅の皆さん、こんにちは。お休みの日に、ご視聴お集まりいただき、誠にありがとうございます。私は、今紹介がありました賛成党倉敷市政対策員の、真田伊作でございます。改めまして、今日はありがとうございます。私の方から、少しですね、食と健康というところのお話をさせていただきたいと思います。まず私はですね、この倉敷市に在住しております。39歳、妻と5歳の息子、3人家族で、日々生活をしています。日頃はですね、僕は庭師という仕事を、させていただいてますが、その中で、子どもたちの行く末、この、倉敷の未来、そこをしっかりと変えていきたい、今よりもっともっと良くしていきたい、その思いで政治活動をさせていただいております。私たち賛成党はですね、2020年にできた、まだまだ若い政党です。とは言ってもですね、国会議員1人輩出し、全国で地方議員が140人を超える、大きな組織に今なりつつあるところで、この倉敷でもですね、それから笠岡でも、議員を生んでいこうということで活動しています。私たちの賛成党の、ありがとうございます。賛成党の重点政策、改めて申し上げますと、教育人づくり、学力テストより学習力、自ら考え自ら学ぶ力の高い日本人の育成を目指します。
そして2つ目、食と健康環境保全、科学的な物質に依存しない食と医療の実現と、それを支える循環型の環境の追求、そして最後が国の守りです。日本の舵取りに外国勢力が関与できない体制づくりをしていこうと、これが私たち参政党の重点政策です。じゃあこの倉敷においてこの重点政策どういうふうに具体化できるのか、やはりそれは先ほど、まあ、宮崎君からも話がありました、食です。子どもの食です。この倉敷には、まあ、もちろん給食の制度はあります。だけどもそこで使われている食材、これがどんどん不透明化していってます。なぜか、今共同調理場どんどん建設されていってます。今まではね、各学校に給食場ってあったじゃないですか。で、調理場のおばちゃんたちに、ごちそうさまありがとうって言って、そういうコミュニケーションの中で温かい給食が食べれてた。だけども各学校に給食の調理員さんを配置するっていうのは人件費コストが高くなってくると。で、少子化もどんどん進んでいる。だったら共同調理場にしようということで、市内数カ所に共同調理場ができて、そこから毎朝トラックが各学校に給食を持って行ってます。確かに共同調理場合理的ではあるかもしれません。だけどその給食のトラックが最後に着く学校、もうご飯も冷えてる、スープも冷えてるんですよ。これが今の現状です。そして共同調理場で働いている、まあ、運営しているのは大体が指定管理者、いわゆる外部委託です。外部委託するってことは指定管理料、毎年これだけのお金でやってくださいねということでお金を出して、その中で業者はやっていくわけです。でも業者は利益追求なんですよ。だったら人件費減らします、食材の質も落としていきます。具体的なことは分かりません。だけども私たちはそこを懸念しなきゃいけない。子どもたちが今ご飯を食べれる、これ当たり前じゃないんですよ。全国に3000カ所の子ども食堂ができてます。で、子ども食堂に通う子どもたちどんどん増えていってる。子ども食堂の数も足んない。それは何を意味するかっていうと、まともにご飯が3食食べられない子どもたちがどんどん増えていってる。これまで日本は30年間給料上がってきませんでした。私たちよく言ってます、もう負の30年間だって。給料上がらないどころか、社会保険料や税金どんどん持っていかれてます。皆さんも給料のたびにがっかりしませんか。給与明細見てこんなにするでしょ、こんなに取られてるのか、これが現状です。その中でウクライナとロシアの戦争始まりました。大打撃被ったのは小麦です。ウクライナとロシアは世界の穀倉地帯と言われてます。そこからの輸入が止まってきたから、パンが2割3割値上がりした、もしくは値段変わらないけども中身がどんどん少なくなっていく、実質的な値上がりです。こうした食材が高騰する中にあって、先ほど申し上げたように共同調理場は民間委託です。子どもたちに本当に安心安全なものが配られているのか。イタリアでは石油からソフトクリームが作られたっていうね、研究もされてます。それから今代替食品って言って、本当に牛乳が足らないから、じゃあ牛乳に代わるものを植物から抽出して作ろうっていうことが昨日のラジオでも言ってました。最たるものではコオロギですよ。怖い、怖いですね。じゃあ日本って本当に食べ物ないんですか。さっきの話に戻ります。日本人の主食何ですか。米なんですよ。日本は戦後減反政策をどんどん続けていきました。私たちの身の回りにも耕作放棄地いっぱいあります。あるね。で、僕はさっき庭師の仕事してるって言いました。夏は木をいられないんです。木を触ると木が傷むから。今何が増えてるかって言ったら耕作放棄地の草刈りです。僕は悔しいですよ。こんなに田んぼがあるのに誰もやらない。思い出してください。勇気の木、元気の木、やる気の木、木という字は今なんか締めでしょ、漢字書いたらね。でもこれ米なんですよ、元は。真ん中米だ。米なんですよ。これね、古い字じゃないんです。今も生きてる字なんです。だけど学校で教わるのは締めという字です。私たちの気持ち、心の源は、原点は全部米なんです。これが日本が2600、ありがとうございます。2684年紡いできた日本の歴史そのものなんです。だから米を食っていこうよって。あるじゃない。畑もいっぱいあるじゃない。じゃあなんでできないのか。やっても儲からないからです。
米を1俵作るのに1万5000円から2万円かかると言われてます。だけども買取価格は1万2000円ほど、大赤字を出しながら農家の方は頑張ってくれてるんです。私たちの目の前にスーパーに食料が当たり前のようにあるって、そう思ってることが大きな間違いなんです。農家の方に感謝しなきゃいけない、尊敬しなきゃいけない、行政はそこにしっかりと支援もしなきゃいけないんです。この倉敷はブドウや桃、ここには農家への助成がしっかりされてます。これはブランドとして売れるからです。じゃあ米は野菜は一切されてません。離農する農家、就農したい農家を結びつける、そういった橋渡しも十分ではない。新規就農したいんだったら3年分は自分たちで食っていけるだけの金用意してから来てくださいって、今のこの中ご時世で3年分の生活費貯めることできますか。到達土台無理な話なんですよ。それを当たり前に行政が言ってる、そこを私たちの声、参政党の声を届けていかなきゃいけない。食と健康なんです。気持ちの木、これ心って言いましたね。でも病は木からって言うんですよ。気持ちがたるんでたら病になっちゃうんです。じゃあ気持ちの真ん中にあるのは米なんです。米をこの倉敷でも作っていこうじゃないですか。そうだ、米農家に支援すればいいんです。お隣の総社市は農家の方に所得保障って言って一定の金額保証してますよ。なんでかって言ったら、お米作るのにみんな赤字抱えてやってるって、それをお隣の総社市の市長は知ってるからやったんですね。倉敷でもできるんです。やるかやらないか、それは首長の判断一つなんですよ。それ以外に遮るものはない。首長がやる気になればできる。じゃあ首長ができないんだったらどうするか、市議が支えていくんです。意見言っていくんですよ。それが二元代表制じゃないですか。市長も議員もみんな直接民主制の中で市民に選ばれてるんです。7でやるんじゃないんです。しっかりと市政に対して意見を言う、その議員こそ参政党の議員なんです。私たちは参政党、国民が政治に参加する党って書いてます。政治に参加してほしいんです。諦めちゃいけないですよ。まだまだ終わっちゃいない。私たちがこうして声を上げてるその間、まだまだ可能性がある。大人が諦めちゃいけないんです。倉敷の未来終わっちゃいますよ。どうね、終わらせるわけにいかないんです。未来永劫、この倉敷が、日本が発展していかなきゃいけない。そのために大事なのは皆さんが政治に参加するってことです。4月21日にこの倉敷では市長選挙と市議の補欠選挙があります。倉敷の未来を、明暗を左右する大きな選挙です。関心持ってください。あなた方一票一票でこの倉敷変えていきます。特にお子さん、お孫さんがいらっしゃる方に、もう何度も口が酸っぱくなるほど言ってますが、また言わせてください。皆さん、お孫さん、お子さんがいる皆さんの一票はただの一票じゃないんです。幸福を追求する権利がある子どもたち、権利は保障されててもそれを執行することができない。選挙権ないんです、18歳未満には。だったらお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんが子どもや孫の分まで投票して、子どもたちの未来をしっかりと左右していかなきゃいけない、舵取りしていかなきゃいけないんです。4月21日この倉敷で大きな選挙があります。どうか政治に関心を持ってください。そして参政と国民が政治に参加すると、参政ともっともっとしてください。いいこと言ってます。この後泉秀さんが演説をしてくださいます。私も初めて生でコラボさせていただくので本当にドキドキワクワクしてます。どうか皆様、寒いですが最後までお付き合いいただければと思います。参政党倉敷市政対策委員の真田作でした。ご清聴ありがとうございました。改めまして倉敷の皆さん、こんにちは。こんにちは。本日は我々参政党の街頭演説を、聞いてくださりありがとうございます。今日はですね、元吉本所属、お笑い芸人でした、泉秀さんをお迎えして、
街頭演説の方、していきます。ご通行の皆様、どうか、よかったら足を止めて、衆さんのお話を聞いてもらえたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではマイクを泉さんにお渡ししたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。駅でいらっしゃる方も皆さん、ちょっとビューだけでも聞いていただいて、ね、今日はなかなか、もう春かな、ま、急に寒くなりましたですね。雨も、ね、降っておりますけども、午前中はねちょっとやんだかなと思って、今ちょっと雨も降っておりますけども、ね、こちらではですね、なまあご縁があるというか、真田さんもそして宮崎さんもね、私も YouTube で見させていただいておりますが、で次の世代のために2人とも人生かけて頑張ってます。でそのために皆さんがこうして今日も集まっていただいて、今日オレンジのね服着てる方いらっしゃいますけど、これ皆さんボランティアなんですよ。ほんまにこの寒いのに頑張っていただいて、それはなぜできるかというと、やっぱり心のどこかでこのままちょっと日本やばいなと、ちょっと新しいこうね、まあ総理大臣も変わりまして、この状況どうなんやという危機感がある方がこうして皆さん集まっていただいてます。でその方は皆さんやっぱりお子さんね、自分らが今平和なのはやっぱり先人の方のやっぱり努力ですし、おじいちゃんおばあちゃんが頑張ってくれた、お父さんお母さんが頑張ってくれたおかげでね、この町も綺麗し、皆さんも平和な生活を送ってて、まあそれがあまりにもですね平和すぎてちょっとお花畑政治になっているような気がするんですけど、まあ参政党の皆さんにはちょっとでも気付いていただいて、そして気付いていただいて感じていただいて、ちょっとでも行動していただくということをできればですね、本当に私は日本を変えれると思いますし、世界も変えれると思ってますので、皆さんが感じてもらうことのために今日ねタウンミーティングもあって、ちょっと食のことも喋らせていただきますが、今日もこうして集まっていただいたのはやはり皆さんにやっぱりちょっとでも気づいていただきたいという気持ちで、もう今日も朝から来ましたけどね、倉敷でね、もう結構岡山より有名ですよ、倉敷の方が。で、ネーミング的に言うとね、ということはね、倉敷が変われば、この地域は変わってきますよ。そうだ。で、岡山より倉敷が変わったらいいんですよ。だからもう、ね、まあ岡山も応援していかなきませんけど、倉敷が変わるっていうのが、日本の全体に見るとですね、やはり大きく違うし、やっぱり大阪とか東京とか京都とかね、有名なところがやっぱり変わるということで、皆さんの意識が変わってきますし、私もですね、12月の、最後まで吉本興業にいましたが、もう辞めましてですね、今はもうここ2年ほど参政党で頑張ろうということで、吉本辞めますし、ね、吉本の社員には、衆さん、なんで辞めんの、まあ、ちょっと選挙の時だけでやって、いや、ちょっと休憩いうのどうですかって言われたんですけど、なかなかね、吉本のおかげで日本の良さが分かったのもありますし、でやっぱり吉本のおかげで日本、海外に比べて日本が素晴らしいっていうのも感じさせていただいたので、吉本とあんまり喧嘩もしたくなかって、吉本にね、いるとなかなか迷惑かけることも多いので、おありがとう参政党言ってくれてるね、ありがとうね。ああいう若い子とかがやっぱ参政党来てくれる、ね、聞いてくれるとか知ってる方が多いので、まあ話は戻りますけど、吉本にいるとね、なかなかね言えないことがたくさんあるんです。食べ物のこととかね、さすがにスポンサーのことが多いので、スポンサーが入るとなかなか民放なんかはやっぱり、まあ100歩譲っても仕方ないですよ、やっぱりお金儲てるからね。ただね、あかんで、お金も取って嘘の情報を流して、でお父さんおじいちゃんおばあちゃん特にNHK が嘘つくわけないと思ってるからね、もうほんまにプロパガンダされて、いい情報はちゃんとした情報は流しませんからね。で本当にこれにみんなお金払ってる、取られてるということ自体もおかしなもんで、まあ、これも GHQ が、まあ、結局日本をねプロパガンダするためにやった一つの行いなんでしょうけども、それにこれがねまたハマってしまってんでね、我々日本人がね、
それから気ぃつく、気ぃつくことが大事で、気ぃつかすためには皆さんにね、無理やりやらんってしてない。参政党は何してるか言ったら、正直な情報を皆さんにお伝えして皆さんに判断していただくと。これがやはりちゃんとした政治ですよ。そうでないと皆さんに洗脳してもね、意味がない。やっぱり皆さんが個人で考えて個人で動くということをやっていただく。そのために実は参政党というプラットフォームを、作りました。これもうちの代表の神谷君がね、私ももうなんで神谷君もう8年ぐらいのお付き合いなんですけど、泉大津の市長の南出という子供のワクチンに反対してるね、旗あげましたけど、党とトップとしてね、彼が実はなにわ高校ボクシングのうちの後輩でございまして、それで昔から市会議員をやってる時からちょっと応援してて、で最後市長になって、で彼の紹介で神谷君と知り合いになりました。8年ぐらい前かな。その頃に体もちょっと見させていただきましたけど、やはり考え方もしっかりしてるし、体力もあるし、君みたいなのが国の総理大臣だったら俺体守るでって言ったら、その頃にちょうど龍馬プロジェクトで政治あかんなって諦めた時でしたからね。それから4年ぐらい経って、もう一回ちょっと衆参やりますということで参政党というのを立ち上げましてですね、それからその時に僕も同じ応援するよという形で、そこからのまだお付き合いで、もう8年ぐらいになるんですけどね、4年ぐらいはそこそこ参政党のことをやりながら、で皆さんにちゃんとした情報を伝えるために、で私もね、その頃参政党の3つの柱、大きな柱ね、まず教育、それと食と健康ね、それと国守りというこの3つなんですけど、実はこれはもう僕もずっと自分で吉本言いながらやってる時と一緒で、結局ね、食べるもんね、もううちも長いことやってますけど、もう皆さん国のことを信頼して、国がええから言うて、それを食べて結局病気になってる人むちゃくちゃ多いんですよ。もうある時ね、僕も食べ物のことやってて、その時に僕も大学同志社出てまして、その後輩が結構日本の着物のこととかやってる方で、でそれの娘さんがね、側弯症でもう背中が上がってて、でなんとか見てくれへんかとか、ご両親連れてきてやーって見たんですけど、結局ものすごく曲がってた。でその原因がね、お父さんはなんとか、先生見つけて手術でも しようと思うんですけど、ね、脊髄っていうのはやっぱ神経集まってるんでね、なかなか難しいから、それよりもなった原因を知るよ言うて、世の中ではね、皆さん旅行野菜ええからそれタレタレ食べたら言われてるでしょ。それ食べ過ぎるとね、ちゃんと医学書にも書いてますけども、食事摂取基準っていうのにも書いてますけども、骨異常が出るってちゃんと書いてるんですよ、お医者さんが。それを皆さん信用して、それよりもそんなことよりも体にええから入って、どん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 食べて旅行屋さんよね。それからそのお母さんは子供のために一生懸命それを仕入れて、朝作ってスムージーにして、それで背中曲がってしまった。その時のお母さんの顔見たら今でも泣きそうになりますけど、ほんまに子供のために毎朝一生懸命やってて、それも子供もそれ食べたくなくなって、でその子供になんでこうなったか理由だけ教えたのか言うて、その食べ物の話したらもう途中から泣き出してね、もうお父さんはお母さんせやから言うたよ、私こんなん食べたらないのに、お母さんが食べ言うて食べていくからこんなのあってもうたんやで、ということで、もうね、情報がもうほんまにちゃんとした情報が流れないような今日本になってます。でそれが今の今までの与党、政治がこういうシステムになってるんで、それをなんとか戻そうとするのが参政党です。だから皆さんがもう一度参政党というのも、今日もですね、校舎歩いていただいている方も結構ですんで、さっきのね、若い子も参政党頑張りやって言ってくれた参政党というのをもう一回頭に入れて帰ってください。そして自分で調べていただいて、それで自分で行動する、ね、感じるというのが一番大事なんで、それをやっていただくために参政党というプラットフォームを作りましたんで、ね、今日もさっきも言いましたけど、岡山より倉敷は面白いですよ。倉敷は、ね、倉敷の方が有名やしメジャーやしね、倉敷から変わったらこの辺の地域もどん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 変わってきますから、そこにね、今残念ながらちょっと参政でまだ入ってないですよね。
ね、はい、そこに入っていただいて、ね、入ることで変わりますから、青森のね、あの市会議員の方も変わりまして、その前にソーラーシステムも止まりましたからね、そういう事実がちゃんとあるので、賛成と、それから皆さんの意見をちゃんと上まで持っていこうとできる、そのシステムがあるのが賛成党です。それで成功しているパターンがありますので、それね、今までなかったんですよ。皆さんの意見が国に行って、それで変わって、姿勢が変わるとか政策が変わるっていうのは今まで一回もない。もうね、僕の知ってる30年40年なかった。ところが参政党の、党員が一人青森で入ったおかげで、それだけで政策が変わったという事実がございますので、皆さんの一言で変わります。変えよう、はい、プラスチックから変えましょう。ほんまに変えましょう、ね、プラスチックから変わったら岡山変わるしね。ね、こんなあの立派な、見てくださいこれ、ほんまに皆さん感謝しようや、これびっくり。僕もプラスチック初めて折れたんですけど、こんな立派なもんがあるとは思ってませんでしたしね。まあでもそれもやっぱり先人の方が頑張ってくれたおかげですよ。やはりね、先人の方に感謝、感謝することが感じるための一つですから、やはり皆さんね、もうあの参政党にやってから僕もあの非常に感謝するということが大事なんで分かりました。毎朝目さん、サブー国家サブー何や今のこの寒いって感じでも生きてるからやね、みんなね、毎朝起きた時に目覚ましてね、感謝するんです。感謝、今日もちゃんと起きたな、いやいやほんまに。それするとね、感謝するとね、やっぱりね、人に対してあのいろいろ変わってきますんで、ほなら国に対して変わるし、家族の関係も変わってきますし、そこから変えようじゃないかとほんまに思ってます。それから皆さんも感謝する気持ちをね、もう一回持っていただいて、ただ単に朝起きておはよう、これ言えるだけでほんま幸せですよ。ね、ほなもう今戦争してるところでこんなことできへんからね。寒い寒い言いながらこうして皆さん立っていただいて、ここで聞いていただいてありがとうございます。聞いていただくこともこんなできませんからね、戦争してたら。で、今こんだけここにこうして歩いてるだけで、駅で電車乗ってこうしてね、雨でもこうして立っていただいてるということに感謝をするということが一番大事です。そやから皆さんもう一回ね、ほんまにもう皆さんに本当に感謝です。感謝して、感謝することで変わります。まずは自分なりに自分の生活、自分の生きていること、そしてこの地域ね、感謝皆さんする。それは感謝したことでどん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 人に対する接し方変わってきますから、だからね、みんな気づき出すんです。だから気づき出すとね、これがね、楽しになるんですよね。そうだ、せやから僕もこの間新宿出てたんですけど、参政党の皆さんね、ええ顔してんね、みんな。まあアンチのやつもいろいろおるけども、だ顔が曲がってきてるからね、口とかね。それからね、結局幸せにしてると、楽しくしてると広がっていきますから、皆さんこうしてね、今日も寒い寒いで、寒いよはっきり言うて、もう準備の先も冷たいけど、まあ、これもね、よっしゃーと思って、楽しいと思ってやることです。こんだけね、今日寒い中でよう立っとったなと、寒い中みんな集まっていただいたなと。だけどね、みんなこんなええ顔して楽しいと思えることが一番いいんで、皆さんつららったらね、やめてもいいです。楽しくやりましょう。楽しくね、楽しくやることが人集まってきますし、楽しくやることが続く最初の一つですからね。皆さん楽しくやりましょうね。駅で肩で歩いたらそっち涼しい、こっち涼しいで、ね、そっち暖かいやろ、こっち寒いで、ね、でもね、この寒いねとみんなも楽しくできるというのが参政党の一つの大きな力ですから、皆さんね、ね、ここにね、真田君ね、そしてね、ここにいてますよ、宮崎君ね、この2人が今立ち上がってくれました。先ほども冒頭で言いましたけど、もう彼ら2人はもう自分の子供、次の次世代のために、人のために頑張れるってね、やっぱりね、感謝したらできますよ。感謝しないとできない。で、その感謝する一つがどん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 動いていけば、本当に町自体変わってきますので、町自体が変われば国は変わりますし、皆さんね、結局あの僕も食事のことやってますけど、結局ね、皆さんね、いっぱいいっぱい知識入れても、死ぬ時死にますね。そうだ、そうだ、みんな死ぬんです。もう全くもう誰もが絶対死ぬんです。だから死に方の問題でね、死ぬ時は誰でも嘘ついてるやつでも嘘つけませんからね。
死ぬ時にいかに自分の人生を振り返った時に、あ、子供の時、子供、孫にね、あ、お父さん、お母さんがこういうことやっとったんかと、私らのことをためにこういうことで立ってくれてんねや、こういうことで喋ってくれてんねやという気持ちは伝わりますから、必ず伝わります。それが親として人間としての本当に誇りだと僕は思ってるんで、それがね、もうなんぼ車乗ったりとか会社乗ったりとかね、そんなことよりも結局皆さんが感じるのはそこです。そこを感じていただくために、ためにじゃないですよ、自分が一生懸命やる、自分のためにやれば人は感じてくれるので、そういう部分で皆さん参政党というのを覚えて帰ってください。歩きながらね、もう最近あの京橋もずっと言ってましたけど、あの歩きながら参政党、1、2、3、政党って、参政党という頭の中に入れば、もうここまで来たら僕もね、まあ、はっきり言いますけど、もう落ちてきてるから、ドーンと落ちんと気遣いんだけど、ドーンと落ちた時にね、なんとなく参政党というのが残ってたら、そこから、あれ、そうや、参政党言いとったな。で、それで調べていただいて、そこから感じていただく、何かを感じたら動きますから、まずは感じることが大事です。でね、子供たちの方が、あの僕もいろいろやってますけど、やっぱり子供たちの方が何の損得もなく、何の変な知識もなく感じれるのはやっぱり子供たちです。で、子供たちの力というのはやっぱり大きいんで、それを大人たちがちゃんと受け止めて、それを地域、人間、家族、そして国で日本、それを世界というふうにできるのが本当に参政党のプラットフォームを作った意味があると思いますので、皆さんぜひともですね、感じることやっていただきましょう。そして一番近くにいる家族、子供、親、この辺とやっぱりちょっと今の日本のことについて喋る、今ね、政治を喋ったらあかんみたいな、なんか風潮にされてますけれども、実はそこが一番大事です。皆さん分かってると思います。物価はどん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 上がってきてね、政治には 無関係で入れないんですね。もう全然それからもう実際の生活の中ではどんどん入ってきてますから、それから無関心で入れても無関係では入れないということに皆さんもちょっと気づき出したと思いますので、それを無関係で入れないこの政治、それに対して皆さんに参加するというのが参政党でございますので、ぜひとも皆さんもう一度今日帰った後でもいいです、いろんなものがあるんで参政党を調べていただいて、あ、参政党というのはこういう考えでやってんねや、参政党というのはこういう意識なんや、あ、これ面白いな、このために私も何かできないかなという気持ち、感じてもらう気持ちだけで十分でございますので、皆さん頑張っていただいて参政党というのを覚えて帰ってください。このあったかいとこを歩いてる皆さんもね、参政党ですよ、参政党、何かあったら参政党で、ね、1、2、参政党です。歩きながら参政党でもいいんで、もうね、もう ここまで来たらね、もうじき選挙も始まると思いますけど、もうね、ほんまに心込めてこうして皆さんが立っていただいてる参政党の党員の一票と、たまたま行ってどこ入れようかな、あとは参政党会のほうがこれ一票変わらへんけどな、選挙ってせやからね、もう参政党って皆さんね、これからあの参政党の党員の皆さん歩くたびに、せやから最近もあの僕もあの SNS でもやってるんですけど、何かあったら参政党おはよう参政党ってずっと打てるんです。で、参政党っていうのは変に残ってたらその一票でもええねん、選挙は勝たなあかんからね、勝つためにやるんです。負けても意味ない、みんな一生懸命やりましただけはあかん、やっぱ勝たなあかんから、勝つための選挙するためには皆さん言葉の、 あの端々最後不調不当点の代わりに、こんにちは参政党ありがとう参政党いただきます参政党っていうのをね、皆さんちょっと口にしてください。ほんならね、皆さんね、そうそう、ほんなら、ね、なんか言うと、あれ、なんか言うと、参政党って言うとったなっていうのが、一票になったらいいんです。参政党で書いていただいて、それはね、本当に政治のことを一生懸命考えて、一票入れる方と、もう本当にね、たまたま言って、どうしようかな、なんか、あ、この、だからもう、あの、予想の党の悪口は言いますけど、それだけで、ポスターのなんか若いから、こいつ入れとこうか、みたいなことね。やってる党もあるから、ソロも一票も一緒なんですよ。で、それから皆さん、もうこう、これから倉敷の皆さんは何かあったら賛成と。今日も寒いな賛成と。
昼飯何食おうかな参政党というように、参政党ということを不当点の一つとしてずっと言っていただく。ほらね、周りの人はね、何やろその参政党参政党って。でもこれが一票なんね、この一票がね、10票なんて100票なんて、で選挙はやっぱり勝たなきゃ、勝つための選挙をやりたいと思いますので、皆さんも口癖のように不当点ということで、今日もね、朝起きたら家族にありがとう参政党、おはよう参政党ね、今日は寒いけど参政党やな、今日雨参政党結構でございますので、どん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 参政という言葉を皆さんこれから口に出してくださいね。それが皆さんの頭に残れば、ひょっとしたらそこから変わってきますね。その一票が重い一票なんか、いやね、僕も言わせていますが、清き一票っていう言葉はすぐ選挙で使いますけど、選挙の中でね、ほんまに清き一票というのは感じる一票なんですけど、それとね、もうほんまに人気投票の一票も変わらへんね、これ三件だ。残念ながら僕も選挙でね、奈良の選挙ちょっと手伝いましたけど、もうの言うたらこう黒川君っていうのがね、一生懸命やってて、党員で彼がですね、子供たち、まあ昔ちょっとやんちゃしてて、そのために党員でやって、毎朝僕もちょっと駅立ち付き合ってたんですけどね、そこで言うてる内容なんかしたら他の党とはもう全然違う、ほんまに来ます。ところがね、票伸びへんかって。ということはね、みんなね、聞いてないですよ、そういう、 こう演説とかは。そんなことよりも、ほんまに人気投票みたいになってるのが、これ選挙なんですよね。だからそういう意味でも、やっぱりね、皆さんね、こうしてもうオレンジの服着ていただいて、これも買っていただいてありがとうございます。僕もこれもね、今日大阪から来れてきましたからね。もうそれからね、これ着てるときはね、席譲る。それから荷物の邪魔にならないようにするという。で、そう、これ着てるだけでそうするということ自体が、参政党ですよ。いや、ほんまにほんまに。皆さんも多分そうです。それからね、この間も見たんですけど、なんか服着てて、オレンジのマフラーしてる人だけでも、あの人、人ちゃうのと思う。で、思いますよね。そう、それはね、もう参政党プラットフォーム作った一つの行動なんですよ。それから、オレンジの中どっかつけてたら、あ、この人絶対ええ人やと思うし。で、車でもオレンジ乗ってたら、あ、この人もええ人ちゃうのと思うのもね、これも参政党のオレンジから代々色って言ってますけどね。基本ね、やはりね、皆さんが動くため、日本を動かすためには、政治システムを変えないとダメというのをつくづく思いました。いろいろテレビでね、私も13本レギュラーありましたけど、食べ物のことを、まあオンエア中言うとね、なかなか難しいんで、 CM 中とかカメラマンとかディレクターの知り合いとか、子供がアトピーの方にはね、こんなん食べたらあかんで、あんなん食べたらあかんでってずーっと言うてたら、どんどんレギュラーなくなりましたしね。まあでもね、それでもカメラマンの人なんか糖尿病が治ったりして、柊さんのおかげで糖尿病治ったわ、こっちの方が嬉しいね、ほんまに。その頃はその人たちが、いや、柊さんのおかげでうちのお父さん の糖尿病がどんどん良くなってんねん。もうそれの方がありがたい。で、皆さん健康に勝つことないですよ。で、お金なんぼ持ってても一緒ですよ。結局健康、健康。それからそのためには、やっぱりこの倉敷が変わって、子供たちが健康になって、倉敷のみんな元気やな、いうのね。これを皆さんでやっぱり作っていきましょうよ。それを作るのは実は大人たち、私たちです。そうだ、ね、私たちがやらないと何も変わりません。そうだ、ね、あったかいとこにいる人もそればっかり言うてんの、ね、本当にもう私たちが変わらないと子供たちが変わりませんからね。それから皆さん、さっきもずっと言ってますけど、感謝して、自分たちが変わると子供たちが変わります。で、子供たちが変われば町が変わります。町が変われば地域が変わる。地域が変われば日本が変わる。そして大調和して世界が平和になるのはここから始めましょう。皆さん、そうだ、やりましょう。倉敷面白いって。倉敷は岡山も知らんけど、倉敷知ってるもん俺。ねえ、倉敷っていう名前があってね、頑張ってね、やっていきたいと思いますので、皆さんね、本当に、向こう行きたいなと思うぐらい寒いけどね、こっちはね。でもね、寒いのでこうして立っていただいている方、オレンジのね、こういう服を着ていただいている方は、皆さん本当にボランティアでやってくれてるんですよ。奈良とかでいろいろやってるのね、8時になちょっと喋っていいかな、ちょっと8時まで待ってくださいから、何かな、いや、8時まで一応ここをやるようになってもらうのバイトやないかって話。そんな関係ないですよ。
ここでね、雨の中でこうして立っていただいている本当にもう感謝です。ありがとうございます。もうね、そういう意味でも皆さんが動いて、皆さんが動く、いや僕とか、まあ、神谷君とかね、一生懸命こうして喋るのもまあ得意やから、まあ、喋って、あ、今日は何か言うてたな、何か面白いこと言うてたな、ね、よう大きな声で喋っとんなっていうだけではなくしに、家の中でやっぱり皆さんが動いて喋って、でそっとでも参政党のことを考えて、そこの中で皆さんが投票に行くということね。もうね、もう東京の方なんかも地域によったら市長が 28% ぐらいで選ばれてるんですよ。ねえ、そんな民主主義なんかあれへんや、結局。倉敷 25% ですか。倉敷 25%。 アホか倉敷。ねえ、 25%。 いやー、悲しい話やね。ねえ、それからもう選挙行ってね、皆さん無投票でもいいんですよ。ね、無投票でも行くと、それは組織でことやってるところがやっぱ危機感も選びますから、やっぱりね、やっぱり行くことを考えましょうよ。 ねなかなかね、子供たちも行きたいのになかなかネットにせえへんっていう勝手にやってる子ね、党もありますけども、まあうちはね、結局皆さんが動いていただくために頑張ってる。そのためはですね、次の次世代のためですから、ね、子供たちがやっぱりもう一回言うときますけどね、僕ももう60超えて、もうあと生きても10年20年や。そう思ったら、もう君行くぜ、まあ、20歳代の人がこれからの倉敷作っていくんやから、君たちがやっぱり、あの若い子がやっぱり国のこと、地域のことを考えて、動いていただくっていうのが自分の生活になりますからね。神谷君が言ってたんですよ、30年間給料上がってないっていうのは、これも30年誰も言ってなかったよ。で、それで神谷君が言い出してから、一部上場の大きい企業がちょっと、まあ、賃上げするようになったりしたからね、一人の正しい意見、ちゃんとした正直な意見があれば動くんです。動かざるを得なくなってくるから、それからね、動かざるを得なくなるように皆さんが動く、ね、これからね、もうね、政治家に任せるのダメです。変わりません。皆さん、国民が動かんことには何一つ変わらないので、そのためにも寒い中、こうして立ってる皆さんの心意気を皆さん考えていただいて、ね、最近選挙になったからちょっとね、あのこういう演説してるところも増えてきてますけど、参政党のこのオレンジ見て、こんなんもうね、関係なく全国でどこでもいつでもやっとったからね、こんなこう何のためにもならないですよ、ね、ほんまに僕も昔選挙はあんま関係ない時、淡路島とか行って喋らせてもらいましたよね、吉本からこの仕事で。ね、行って金もらえるから何かな、ね、ほんで食事のこともその時考えてて言うたら、その後にちょっとそれ言わんといてくださいって言われましたけど、参政党はな、正しいことは何言うても大丈夫です、ね、利権もない、後ろにバックで宗教もない、でっかい組合もない、それは皆さんと一緒なんです、ね、それから皆さんがそういう人がほとんどなんです。それからそういう人が動かないことには国は動かないという、これ事実ですよね、そういう人が動かすから、そういう組合とか一部上場のでっかい企業の方ばっかりが動くから、そこのためだけにしか政治をしないというようになってるのが今の政治でございますから、ね、それを変えるために皆さん頑張りましょう。頑張ろう、ね、皆さん頑張りましょう。倉敷から頑張ろう。倉敷から変えて岡山を変えましょう、ね、岡山を変えて、ね、そして日本を変えて世界を変えましょう。ね、駅の中の皆さん、ね、こちらでも大きな声で喋らせていただいてますが、皆さん参政党の意味をちょっと耳に入れていただいて、自分で調べていただいて、自分の中で感じて動く、それが一番大事です。感じるということをもう一度やっていただきたいと思います、ね、今回もこの真田さんとね、そしてこちらにいらっしゃいます宮崎さんね、2人がまたここの司会、ここから出られる、4月にまた選挙があるみたいなんで、参政党をね、とりあえずね、倉敷の中に入れてください。それでないと変わらないです。ね、実際参政党の党員の方が青森で一人市議会になって、風力の、政策自体ももう止まりましたからね。で、皆さんの意見が上に行くのは、もう実ははっきり言って参政党しかないですから、ね、皆さん、そしてなったらなったで、顔を見たら捕まえて、ちょっと頼むわ、真田さん、言うてるけど、全然ならへんって言うてくれて、宮崎さん、ちょっと子供のための給食を変えるって変わってへんやんって、文句言うていいですよ、
ね、それで僕ら動くから、ね、そうして動くためにも皆さんの意見を聞く、聞いて動く、それが一番大事です。それから皆さんこうしてね、本当に改めてあのオレンジのね T シャツとかいろいろ着て立って寒いの立っていただいている方、本当にありがとうございますね。皆さんこの大きな声で暑いとかで聞いていただいている方も本当にありがとうございました、参政党というのを覚えて帰っていただいて、皆さんちょっとでも調べていただいて、ちょっとでも行動していただいて、ちょっとでも感じていただけたら、今日はもうここに来た甲斐があると思いますので、皆さん若い人たちが自分の地域、日本を変えるのはあなたたちです。私たちはそれを変えてほしいという、その礎を作るということで頑張っていきますけども、もう今日もですね、この後、まあ、タウンミーティングがあるんですね、ございますので、その時にははっきり言います。もうあの食べたらあかんもんね、はっきり言いますね。カルシウム取ったらあかんからね。これも何でも理由もちゃんと言いますから。で、まあまあ、参政党にいらっしゃった吉井先生の仲いいんだけど、なかなかね、小麦全部抜くとかいうの難しい。そんな全部できへん、人間なんて。もうもっと簡単にできるようにして健康になれる方法も皆さんにまあお伝えしたいと思いますので、この後またどこであるんですかね、これで。14時からね、倉敷の健康福祉プラザでまたありますので、そちらの方に来ていただきたいと思います。ということで、大きな声で喋らせていただきましたが、時間に来ましたので、皆さん最後までご清聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。